報告。現場の容疑者は全面的に降伏。住民も全員が無事です。治安局が言ってるわ。私たち助かったのよ。後で俺たち生存者の情報を集めて治安局で聞き取りをするらしいぞ。あんたか何してるの。一人でコソコソしてたから。これから治安局が事情聴取をするって拡声器で言ってたでしょ。それは解決したのはあんたたちだし、私なんかいなくても大して変わんないでしょ。いいえ、あなたはビジョンを罪に問うための大事な証人よ。何よりジャトヤにとって罠にかけようとした犯人でしょ。あなたはまだ自分の分を払ってない。え？自分の分って何のこと？食事代よ。前に言ったでしょ、今回の依頼が終わったらみんなでご飯に行くって。スターライトナイトのレストランが嫌だって言ったからビリーのおごりじゃないけど、ニコはせっかくだからいいものを食べたいって言ったの。だから割り勘。待って、大事な顧客だから盛大におごるって言ってたのに、なんで私まで払わなきゃいけないの。それに私はそもそも一緒に行くなんて一言も。そうなら正式に聞くわ。猫また、私たちとご飯に行く。店長たち、プロ騎士兄弟も来るぜ。しかも食べ放題だぞ。ええ、サバを好きなだけ食べられるわよ。私、その、本当に